すまない、カドック。話の途中だが、ワイバーンだ。はあ、サーヴァントを一気倒した直後だぞ。魔力も体力もすっからかんだ。おや、そうだったのか。私の方はまだ少し余裕がある。はいはい、そうですか。エリートは魔術カイルが多くて羨ましいな。ゲメクを見つけてサーヴァントを召喚しよう。反撃はその後だ。僕たちは負けない、負けられない。人類の存続は僕とお前にかかっている。ああ、その通りだ、カドック。君は自分が思っているより数段たくましく、オージョン際の悪い魔術師だからね。参ったな。歴代皇帝が未だ健在なローマとは。ボーダイム、モノミユさん気分は自重するようお願いしたはずですが、フランスでも突然、ちょっと待つんだ。オフェリア、凱旋門を触媒にしたらナポレオンを召喚できるのではなんて言い出して。真面目にやってください。普段の冷静なあなたはどこに行ったのですか。私たちは人類修復を託されたただ二人のマスターなのです。その責務を果たしましょう、ボーダイム。いえ、何としても果たさなければ。こらこら、あまり気軽に甲板に出るものじゃない、ヒナコ。君はほら、あれだろ、あれなんだろ、海に落ちたらそのまま溺れて死ぬのでは。案外デリカシーないわね、あんた。カルデアじゃもっとエレガントだったのに。この得意点が今までに比べて開放的だからかな。私もつい自由になってしまってね。猫かぶってたのはお互い様ってこと？それこそ意外極まるけどね。あなた、めちゃくちゃ話しやすいタイプじゃない。昔の知り合いに似ているわ。ま、私はどうでもいいけど、人間の歴史が終わろうと知ったことじゃないし。いよいよとなったらやめさせてもらうわ。その時はあなた一人で何とかしなさいよね。おいおい、こんなのありかよ。アメリカ大陸を横断、それだけで過去最大難易度の得意点だ。ジェットを用意してほしいな。そこわがまま言わないの。ペペロンチーノさんは健脚だな。ミョーレンジ、ミョーレンジアロン、本名でいいって言ったでしょ、キリシタリア。そんなことになっているあなたへのせめてもの敬意としてね。今まで何回こんなことをやってきたかは知らないけど、みんな途中で脱落しちゃったんでしょ。だからあなたには私の本名を知ってほしい。あなたが私の本名を口にすれば、それだけで本当の私も理解するわ。あなたは信頼に値する人、私たちのリーダーにふさわしい人物だって。ああ、そうだろうね。あなたの察しの良さは A チームで一番なのだから。